皆様、毎度です。太陽です。大きに、好きですよ。さあ、まずは私からプレイです。お相手はスネークか。こいつの C4 が本当に厄介だよな。それに関しては、光っているうちに場所を大まかに覚えるしかないですね。なるほど。それで被弾を避ける動きをするってか。手榴弾に関しては、切らないように注意するか、思い切ってスネークを掴みに行ったりしてますが、最適解にはたどり着いてないですね。掴んで投げ返すにも、いまいち残り時間管理がむずいもんな。とりあえずまあ、対策はゼロではないので用心していきましょう。うごごごご。その掴みはご勘弁。回避は前回と方向を変えたな。ナイスだ。しかし甘いクエムを狩られてしまいました。相手もまだバーストには遠いか。ちょっとしんどいな。ちなみにこの試合はトーナメントの試合です。だからまあ、2ストックなのは承知の上です。早くルキナでスマネイと潜りたいな。次のシーズンでは100試合はやりたいですね。その復帰をなんとか咎めたいな。 C4 を同時に落としたりしてくるのが定石ですから、強気に枯れないのがまた憎らしい。今のちょっと危なかったな。自爆覚悟でスイッチ押されてたらヤバかったですね。うおお、危ねえ。あれもスネークがよくやってくる手段だから注意しろ。よっしゃ、下手を下スマが刺さりましたよ。ナイス撃墜。下手を横スマはなかなか本番では刺さりませんね。まあ、下スマだと横スマより撃墜力はないが、それでも崖に追い出していい展開にはなる。こっちでいいだろう。クエム一段当て横スマもなかなか決まらないです。あれは当面 CPU 戦で当て感やし直しかねえな。VIP に入ってもまだ使い道ありますね。そういややっと VIP に行ったんだよな。ルキナ、2年かけてようやく行けました。しかしまあ、逆 VIP からよく這い上がったよな。フレンドさんから色々教えていただいたおかげですね。今の復帰少し危なかったな。今度は反対側に押し出されてしまいました。少し雑ですがライン回復をします。本当に雑なライン回復だな。掴んで追い出しましたが、安定の上から復帰である。むむ、ニキータを出してきましたね。ニキータを出してくるパターンは珍しいな。これもこれで怖い。そのしゃがみは上手を狙いと見た。付き合わん方がいいな。こっちは普通にバースト隊だ。立ったところをマデコンが刺さりましたよ。下引くと戦法が良しました。手榴弾を切ってしまった。ってあれ、勝ってる？なんとも不思議な勝利だったな。ミラ、変えてみせます。よっしゃ、私の出番だぜ。次はクロム使いですか。おうよ、このパワーとスピードがいいぞ。でもまあ、復帰は弱めだからそこは注意してね。ゲッチなんかは特に復帰阻止でぼったくられるからな。なんでそこでウェディを振ったんですか。ちょっとミスっただけだ。気にするな。クロムのウェディは確かに強いけどね。あれだけで 26% 入るからな。発生も早いから狙っては一体。敵さん狙い爆弾ばらまくね。そんなもん通用するか。反撃取ってやる。よし、スマッシュで追い出したぞ。しかし、ゲッチ相手には復帰阻止いけないのが辛いところ。何？気にするな。クロムお父様はルキナにはないパワーがある。まあ、確かに、特にゲッチは軽いから横強で追い出すだけでも撃墜はできるかな。さすがにそれは当たんないか。えらい欲張ったね。しかしまあ、再び崖展開。お、ナイス撃墜。意外とこっちのダメージもまだ少ない。もう1ストックぐらいもぎ取ってやりたいな。ゲッチ、結構コンボで火力取らないと強いっぽい。最強ウェディと言われているが、それのダメージ自体は 3% しかないからな。他の攻撃と絡めないといけないってことか。難しそうだね。あとはあれだ。クロムは遠距離技がないから、オイルパニックも役に立たん。なんかそれを聞くと有利そうな気がしてきた。いや、そうでもないぞ。こっちにもしっかり負け筋はあるから注意せんと。そうなんだ。まあ、頑張って。うおう？下今日危ねえ。あれも結構吹っ飛んだっけ？しかもベクトル結構エグいから、クロムじゃ戻れんぜ。DA で追い出して崖展開、美味しい。よし、タイミングバッチリ。ジャンプ上がりを枯れるぜ。ナイス判断。むむ、今回はダメだったか。狩る側もしっかり読まないといけませんね。やべ、ウェディを食らってしまった。しかし被弾は最小限に抑えられましたね。そしてウエスまで撃墜。これは美味しい。これはワンチャン3盾もいけるのでは。狙えるならそれも狙っていきたいところだな。
シェフの攻撃くぐりは失敗したか。あれ、初段はくぐれるから反撃取れるなら取りたいよね。クロムの速さなら取れると思うから頑張らねば。ナイス復帰阻止回避。空母だったら普通に危なかった。空M判定強いなぁ。多段ヒットしなかったからセーフ。まあそんなん言うてる場合じゃないダメージだがな。おい、そこでシェフはやめろ。あらら、これは戻るのしんどそうだね。コーナーやタイミングよくジャンプ上がりするしかねえ。よっしゃ暴れたぜ。くらいまでガードが間に合うだと。着地の場所が遠すぎたね。そう、三立ての夢が。しかし有利状況には変わらん。このまま押すぞ。地位内が続いたのでカットで。うん、本当に地味だったね。しかし、ここで練習中のあれを決めて終わらせるぜ。あれとは？弱からの反転空母だ。あれできっちり終わらせるぜ。おお、あれ決められたらかっこいいですよね。よし、これで終わりだ。空母が当たってませんよ。なに？まだチャンスはある。よし、今度こそ。ガーー、当たんねえ。ダメージ溜まりすぎだね、こや。まだまだ練習が必要だな、こや。無敵が切れてるぞー。というわけで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。いつでもかかってこい。